1958年に、ジョンストン島上空で行われた、ハードタックアイ作戦の核実験、ティーク高高度核爆発は、高高度における、核爆発。強力な電磁パルスを、攻撃手段として利用し、広範囲での電力インフラストラクチャーや通信、情報機器の機能停止を狙うものである。爆発高度によって分類されるものであり、核兵器の種類や、 爆発規模などは問わない。高度数十キロメートル以上の高層大気圏における核爆発においては大気が非常に希薄であり核爆発の効果に関して高度が上がるにつれ爆風は減少していく。核爆発のエネルギーは電磁放射線が多くを占めることとなる。核爆発により核分裂 50PS 以内に発生した ガンマ線が大気層の高度20から 40km 付近の気迫な空気分子に衝突し電子を叩き出し、叩き出された電子が地球磁場の磁力線に沿って螺旋状に飛び、1 7セカンドほどの急瞬な立ち上がりで強力な電磁パルスを発生させることとなる。大気が気迫であることから、ガンマ線は遠方まで届き、 発生した電磁パルスの影響範囲は水平距離で 100km から 1000km 程度にまで達する場合がある。この核爆発の影響は EMP による電子機器障害がほとんどのため大量破壊兵器の使用であると同時に必死性の性格も持つ。高高度核爆発の実験を行ったことが確認されているのはアメリカ合衆国、ソビエト連邦の2カ国である。 これらの実験では周辺での停電などの被害が発生した。目標までの精密誘導が必要な核ミサイル攻撃に対し EMP 攻撃はミサイルを敵国の上空港高,高度で小規模の核爆発を起こして発生させるため技術的にも比較的容易と見られている。朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮中央通信は 6回目の核実験を行った2017年9月3日、航空で爆発させ、広大な地域への超強力な EMP 攻撃まで加えられる多機能化された熱核弾頭を保有していると伝えた。核兵器の高高度への実用的な運搬手段はロケットのみである。羽は敵国の上空やその近辺航空で爆発させる核兵器であると言える。 冷戦下の米ソは互いに大陸間弾道ミサイルなどを向け合い、ミサイル攻撃やミサイル防衛の開発競争の過程で複数の核弾頭を高高度で爆発させ、二国では羽に関するデータを得た。例えばアメリカが行った最初の羽である1958年のネバダ州ユッカでの実験は気球により高度 26.2km で爆発した。 ジョンストン島におけるは、レッドストーンロケットで打ち上げられた、核弾頭を高度7 6 8トルで爆発させた。その後、総ミサイルや X-17 ロケットが使われた。現在は、部分的核実験禁止条約により、高層大気圏核実験そのものが禁止されている。羽根用の運搬ミサイルは、 数百キロメートル以上に及ぶ影響範囲の広さから都市や軍事基地を物理的に破壊するための地上攻撃ミサイルに求められる高い命中精度は不要である。EMP は様々な周波数の強力な電磁波であり波長の適合するあらゆる動体に誘導電流が瞬間的に引き起こされる。このため必ずべて電子機器が障害されるとは限らないが外部に アンテナ用の電線を持つものや電磁シールドのないもので誘導されたパルス電流への耐圧、耐電流が不十分なものはダメージを受ける。長さのある金属物すべてに瞬間だけ雷が落ちたような状況や電子レンジ内に入れた金属箔のような状況になる。光ケーブルを除く有線・無線の通信回路、外部から商用電源を受け取っている電源回路、 それらの周辺にある電流の抜けていく経路となる回路が、過電流や過電圧で破壊される。EMP は、立ち上がりが急旬なので多くの来機は機能しない、可能性が高いが、高速度で対応するものは有効なものもある。羽による EMP のエネルギー密度は、約1ジュール平方メートルと大きく、半導体素子の損傷に必要な 10MJ から、計算すれば、 数十デシベルの遮蔽が必要である。マクロな視点で被害を考えれば、あらゆる放送、通信は長期にわたり機能を失い、工場での生産、交通、運輸、流通システム、送電、金融も大半が機能を失い、すぐには回復できない。放射能とは違い、人間を含む生物への長期にわたる影響は、ほとんどない。ただし、核爆発が起きた。 瞬間の先行を直視してしまうと、地上や低空での爆発と同様に網膜を焼くほどの威力を持つ。人体も瞬間だけ EMP によって電子レンジ内のように少しは加熱されると考えられるが、詳しい予測は現状ではできない。人体は熱的影響のほか、電磁波にさらされることにより生じる電流による影響も受ける。ボランティアによる 曝露実験においては、50、60Hz の電解では 20kVm の出力ならば、大半の人はこれを感知し、一部の人は 5kVm 以下の電解も感知可能と示している。また、エルフ帯域において午前1時にを超えるような強い交流磁界にさらされれば、サイ再をすら起こし得る可能性がある。 十分に高高度での爆発であれば、熱線や衝撃波、放射線の地上への影響は最小限度であり、直接の死者は発生しないと考えられ、理屈上は必死性兵器となるが、交通機関、産業機械、医療機器等のコンピュータが突然機能しなくなった場合の死亡事故や社会的な混乱と、銀行、証券、その他企業での情報機器からの情報喪失は、 場合によっては、従来型の地上への核攻撃以上に悲惨な事態と、経済的破滅状態を引き起こすと考えられる。高高度核爆発は、電子機器類が主なターゲットであり、被害は精密電子情報機器が普及している、先進国の方がより甚大となる。社会が高度情報化した、先進国は、この種の攻撃への防衛が、より強く求められるが、 現在実戦配備中の弾道ミサイル防衛では、大流圏外から落下中のミサイルの撃墜が主な手段であり、上昇中や、清掃圏、宇宙空間での撃墜は開発途上であるので、高高度で爆発する、核ミサイルへの対処は、現状では、かなり難しいと考えられる。アメリカ合衆国国防省では、EMP ハードニングという用語で EMP に対する、 高人性技術を表現し EMP に対して情報通信システムを強化するよう求めている EMP のエネルギーを一重のシールドで防ぐことはできないので多層の防護を施す必要があるこういった新たな形での核攻撃に対しては日頃から情報通信機器の電磁的なシールドの強化やバックアップ体制強化によってしか被害を最小化できない EMP 攻撃に対する低コストで完全な防護策は存在しないが、仮想的国が EMP 攻撃能力を持つアメリカ、ロシア連邦、中華人民共和国、大韓民国、台湾は、ある程度の対策を進めている。日本は遅れており、防衛省の電子装備研究所が2017年秋から防護技術の動向調査を始める段階である。 電磁パルスによって政府の意思決定や命令伝達、反撃、迎撃用ミサイルなどの電子機器が無力化された場合はどうするかという問題は感激を疲れ突破されたフランスの防衛線、マジの線の名を取って電子のマジの線と呼ばれることもある。ただし核保有国の多くは核ミサイルの一部を潜水艦に搭載して仮想的国が 所在特定や攻撃をしにくい概要で行動させている。このため EMP で先制攻撃を行っても核兵器による報復を完全に封殺することは難しい。羽による副次的影響として核爆発によって誘発された様々な種類の放射性粒子により航空での環境が破壊され以下の問題が数ヶ月から数年にわたり引き起こされる。 雷の場合は、周波数は 1MHz 以下で、電解強度は十数百 k v ル,ル程度で、ある。パルスの立ち上がりは、羽の3桁ほど遅い。IEC 諮問専門委員会 TC77EMP に関する専門省委員会の、付属委員会 SC77CE において、羽の EMP を審議してきた。 羽の EMP に対する一般通信電子機器の耐性を扱ってきたが、冷戦後はハイパワートランジェントフェノミナを扱うとされた。1999年には日本も TC77 にメンバー入りした。IEC 規格の61万2から10について近く JIS として規格される予定である。ありがとうございます。